立憲民主党有田良志が大炎上、安倍首相を誹謗中傷で。以前、安倍首相が憲法を批判したことに対して、立憲民主党の有田良志さんがこのような暴言を吐いてしまいました。この程度の低水準です。この国の首相は恥ずかしいとなっておりまして。この日本国憲法なんですが、日本が敗戦で主権を失っていた 1947年に作られたものであり、日本はその後、1952年に憲法が作られた5年後に主権をようやく回復しております。そういった中で、国民が作った憲法とは言えず、押し付け憲法だと批判が出るのは仕方がないんじゃないでしょうか。この、 おかしな憲法によって現在国民が危険にさらされており北方領土も竹島もさらに尖閣諸島まで沖縄まで他国の侵略を受けてしまっております。こういった憲法を改正していかなければ今後も国民は憲法によって危険に さらされ続けることでしょう皆様こういった問題のある憲法が早急に改正できるように可能な限りのご協力をお願いいたします以上になりますご静聴いただきありがとうございました